さよなら。小学校の頃に、歌詞覚えてないね。あんまり学校に行けてなくて、お家ですることがなくて、最初はまあ安定で音楽を聴くようになって、それでマライアの CD を買って、あ、これになろっかなみたいな2012年、たった一度だけをリリース。 iTunes R&B チャート3位を獲得。今年も彼女の歌声に注目が集まることは間違いない。この日は渋谷ゲームでのライブ。そもそもエリーはなぜ歌を歌い始めたのか。他に何もできなかったから。じゃあ今日は勉強もできなかったし、スポーツもできなかったし、どうやって大人になったら1曲目かけるんですけど、それ結構食っていこうって考えた時に、歌だったら頑張れる。で、歌い出したらちょっとシンガーを夢見て17歳で単身渡米。ノープランだった。だが運命の女神が彼女に微笑みかけた。いきなり行きます。自分のデモを持ってまずラジオ局に行って、聴いてくださいって言って、まあ、歌手にどうしてもなりたいんですっていうので、じゃあ歌ってみてちょうだいとか、じゃあちょっとどれぐらいできるかライブしてみてちょうだいっていうのがついてから、まあ1週間ぐらいそんな日々があって、でそれでまあすぐにそのレーベルだったり置いてくれるところだったりが決まって、でそこからまあ1ヶ月ぐらいのクラブでちょっと歌いながら過ごしたりしてました。よくそんななんかこう一人で歌手になろうだなんて思ってここに来るねみたいな感じだったので、でも銃撃戦とかありましたね2010年日本で活動を開始。作詞作曲はもとより自らトラックメイクまでこなす。ゆえに音にはうるさい。これ返しってリバーブかかってますか。これトラックのローもうちょっとだけ下げてもらって、ミドル上げてもらっていいですか。 OK です。いいです。本番よろしくお願いします。チェック、ワン、ツー、イエー、あの、ハーハーハー。リハ終わりでノーメイクから変身する。これがステージ用メイク。日が落ちてもサングラスは必ずかける。外は恥ずかしいから。出番はもうすぐ。スタンバイ場所に移動する。アメリカのクラブで経験を積み、数々のパフォーマンスをやってきたエリー。彼女の理想とするライブとは。自分の曲がお客さんの中まで入って、お客さんの曲になるライブが一番理想です。なんか自分で作った曲がこう巣立っていて、聴いてくれてる人のものになる瞬間が分かるので、なんかそうなった空気感が最高のライブ。僕がね、僕のラでね、僕のラで、僕がね。OK、それでは紹介しましょう。Let's go! エリー・ハクション。歌声によって曲が観客にスーッと入っていく瞬間。君がふと伸ばした腕に蘇る二人のラブストーリー。誰かと待ってる君のならない電話ばっか待って、一人過ごしたこの部屋の景色をいつか振り向くかなって、叶うわけのない願いをね、全て捨てられるなら。未来定番曲フューチャースタンダード。